また、この穴に打ち寄せる波があたかも釣り鐘を打つように聞こえます。そこのように釣り鐘の島と書いて鐘島とも呼ばれております。変わりまして、進行方向右手をご覧ください。二つ目線の島は沖の高遠島、高遠島、二つ合わせて夫婦島と呼ばれています。代わりまして、左手をご覧くださいませ。左手に細長い島が見えておりますが、小森島でございます。以前まで林口に小指のような穴が開いており、長谷屋が見えて、その穴を小舟で通ると長い筒に乗り込みた松島湾を代表する名所の一つでございましたが、東日本大震災で片側が崩れ落ちてしまいましてしまう小舟島でございます。A cave on the left. You will see a lock in slender island called Komome Island.それでは皆様、進行方向左手をご覧ください。人の座ったような奇形な島、万来名称の仁王島でございます。ご覧のように外洋に面し、松島湾を外洋の荒波より守る姿に見えることより、松島仁王村の姿に例え仁王島と呼ばれております。この島には目もあり、鼻もあり、口にはタバコをくわえた仁王様でございます。荒き波風、膝元を止めて波を座席に仁王島と、このように歌われております。松島の名称の一つ仁王島でございます。That looks like the sitting man with the famous Ryo Island. Ryo is the name of the Japanese god.変わりまして、右手をご覧くださいませ。煙突は一本立っておりますが、どうぞ。